こんにちは、しおさんでございます。札幌のすすきの夜10時前訪れると大行列のラーメン屋さん、並んでよかったと思ったラーメンの魅力を紹介していきます。僕のチャンネルでは埼玉、東京、千葉、神奈川で見つけたうまいお店をはじめ、旅行や出張で見つけた美味しいお店を紹介しております。食べるのが好きな人や旅行が好きな人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。札幌のすすきの夜9時45分ごろ並ぶことは覚悟していましたが、9時45分訪れると想像以上でした。札幌を訪れたら食べたいお店の一つ、それが今回訪れたこちらにあるお店、欅すすきの本店さんです。この欅すすきの本店さん、この時間に訪れても本当大行列でびっくりしました。夜10時前なので少し落ち着いているかなと思ってお店の前に行くと甘かったんです。行列は40人ほど、迷いましたが並ぶことにしました。並び始めるとなかなか前に進まないんですね。75分並んでようやく次お店に入れる状態になりました。メニューはこのような感じです。ちょっと見づらい感じにはなっております。食券機はこのような感じ、この食券機で購入をして中に最終的に入っていきます。今回いただいたのは辛いラーメン、チャーシュー、コーントッピングです。これがすごく美味しかったんですね。たっぷり入ったコーン、そしてネギ、さらにチャーシューは分厚い感じです。そしてここに辛みがありました。この辛みがまた魅力的だったんです。辛いラーメン、チャーシュー、コーントッピング、席に着くと提供は早かったです。なので並んでよかったとまず納得しました。スープがうまい、飲んだ瞬間に納得感があります。味噌のうまみが良くて、野菜や肉のうまみ、濃厚だけどあっさりしたうまいスープ、麺がまた美味しかったんです。この縮れ麺やっぱり美味しいですね。コシがあるしっかりした食感が美味しい麺、最初は辛みを混ぜないで元味を楽しんでいきます。ここで辛みを混ぜ混ぜしていきました。これ混ぜ混ぜするとなるほどと思ったのが、まず辛さが加わりめっちゃ熱く感じるようになったんです。そしてその美味しさにさらにハマりました。揚げニラの風味がいいアクセントになって、これがまた深みを増してきたんです。辛うまさが素晴らしいスープ、美味しくて最後まで飲み干したくなりました。中華鍋で炒めた独特の風味が美味しい野菜たち、食べるたびにスープがよく絡んでうまいと思います。野菜と一緒に食べる、これもまた美味しいと思いました。チャーシューは厚切りで炙りの風味がいい感じです。食べるとうまい味わい、食べ応えがたまりません。見た目よりも大きいこと、これも魅力的でした。そして後半、麺もスープも美味しくてどんどん進んでいきます。大盛りにしておけばよかった、そんなことも思いながら、野菜と一緒に、これが本当に美味しいと思いました。野菜の食感と麺、これが本当に美味しくてどんどん食べていきます。麺がなくなり野菜が中心になりました。野菜はまだまだたっぷり入っています。野菜にもスープが染み込んでいて美味しいと感じます。少しだけ麺がまだありました。野菜をたっぷりいただいていきます。麺も野菜もなくなってきたらスープです。野菜、肉のうまみと揚げニラのうまみが効いたこのスープ、辛いスープは癖になります。野菜とコーンがまだまだたっぷりありました。この穴あきレンゲでいただくとほんとたくさん取れますよね。コーンをどんどん食べていきます。これもまた美味しいんですね。コーンの量がすごいと思いました。コーンと肉とスープのうまみを楽しみます。
コーンはまだありました。ほんとすごい量ですね。最後のコーンと野菜をいただくと、再びスープをいただきました。このスープはやっぱり飲み干したくなります。飲み始めると美味しくて止まらなくなりました。そしてそのまま止まらないで丼ごと最後はいただき、このように最後まで飲み干しちゃいました。辛いラーメン、チャーシュー、コーントッピング、ぜひ食べたいおすすめな一杯です。ここで欅すすきの本店さんはここにありますということで、欅すすきの本店さんの場所を紹介していきます。地図で見るとこのような感じ、すすきの駅、豊水すすきの駅、徒歩5分のところにあります。すすきの駅側からはこのような感じ、にぎわっていますね。一本入るような感じのところにあります。この中に行列があります。逆の豊水すすきの駅側からはこんな感じで歩いていきます。夜10時頃でも行列が必至である人気店であること、これは他の人気店も同じような状態でした。札幌のラーメンの人気店は並んでも食べる、その覚悟と余裕を持って訪れるのがおすすめです。その一つ、欅すすきの本店さんでした。今回欅すすきの本店さんでいただいて感じたこと、それは1時間以上並んでもよかったと感じた納得のお店であること。その魅力は席に着くと提供がまず早いこと、席数が限られているため行列に納得できると思いました。一つ一つ丁寧に調理されており、美味しいラーメン、その魅力はトッピングも入れるとたくさん入っていること、この辛みのこだわり、これも本当素晴らしくて、ここならではであると思いました。スープが美味しいこと、これがまず魅力です。飲んだ瞬間の美味しさ、そして麺の美味しさも素晴らしいと感じました。さらに辛みを混ぜると揚げニラの旨味、さらに美味しくなりました。一度食べるとまた食べたくなるうまさのラーメン、札幌でうまいラーメンを食べたい時におすすめなお店の一つであると思い紹介をさせていただきました。欅すすきの本店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。